はいどうも、ちばしんです。今日も暑いです。今ね、日本中東京オリンピックで白熱しております。連夜の金メダル、そうオリンピックといえば五輪。こう岩手県奥州市でも五輪にまつわるものがあるらしいんです。でそれ岩手県の五輪制覇しに行きたいと思います。手元の温度計では今30度を超えております。とても暑いです。その暑さに負けず走りたいと思います。熱中症ね、この時期熱中症気をつけていきたいと思いますけど、はい、水分補給、塩分補給は大事ですね。行くぞ。発電所の水っていうのがありますけども、これ何でしょうね。バケツがぶら下がってます。ちょっとよくわかりませんけども、何か水の神を祀っている場所ですね。発電所の水。すごいの見つけました。はい、私たちが清掃しています。かっこいいね。これ人壁丸、人壁丸はここの地域に伝わる有名な伝説の人ですね。人壁丸、人首丸じゃない、人壁丸。米里までやってきました。ここはね、古き良き時代の岩手が残っている街並みですね。特にね、何かがあるってわけではないんですけれども、そんな素敵な感じがする街並みですね。古き良き岩手。ここまでね、平坦な道来ましたけどもね、ここから登りが続きます。まずは五輪制覇目指して頑張ります。すげえ暑いですよ。汗だくだくです。いやーですね、この前大槌ヒルクライム行ってた時に、フロントのギアを52-36Tにしてたんですけれども、ちょっとね、山登るにはそれがきついかなという感じで思いましたので、今回からフロントを50-34Tですね。50-34Tに変更しました。これでね、ヒルクライム結構楽になったんじゃないかなと思います。もうちょいで坂が終わります。
坂を登り登ってきました。今日制覇する岩手の五輪、それがこちら、ドン、五輪峠。そう、岩手には五輪峠という五輪があるんです。今日はね、その五輪峠登りますけども、なんとね、この看板がありまして、道幅が狭く通り抜けが、あ、大型車両か、ちょっとね道幅狭いんで、ここがどうなってるのか怖いんですけども、行ってみたいと思います。何が出るんでしょうか。まずここ五輪峠制覇してみようじゃないの。ここで五輪峠について説明しよう。葛西大崎一揆で戦死した父を弔うために、その子息が建立したという五輪峠が道脇に立っていることから、ここを五輪峠の名で呼ばれるようになったという話である。そしてここはかつての盛岡藩領と仙台藩領の藩境で、麓には両藩の番所があった。明治中期まで遠野と江差を結ぶ唯一の街道でもありました。藩境でもあることから、脱藩した罪人の受け渡し場所、人返しが行われた場所でもある。五輪峠にはあの宮沢賢治が幾度となく訪れた場所であることでも有名である。そして平泉で自刃した源義経が、実は平泉から五輪峠を通って沿岸に抜け、そこから猛虎へ行ったという伝説もある。これはまた次の機会にでもお話ししましょう。そしてゴールです。ゴールです、ね、今ここに五輪峠制覇、制覇しました。五輪峠およそ5キロの道のりを制覇しました。疲れた。無事に五輪峠制覇することができました。岩手の五輪、ここ五輪峠、奥州市にある五輪峠、いやー手強い相手でした。これからもね、オリンピックまだまだ続きますけれども、日本選手の活躍をこの五輪峠から応援します。それではまた次の動画でお会いしましょう。